ヘブラさんのシスター、ウェルカムティオクソ。ボンバーヘッドはいつも通りです。なるほど、イエーイ。ってことで、まあ僕、YouTuber の動画を見て勉強しようっていう企画があるんですけど、おそらくその動画を見て、僕に紹介してもらいたくて、Twitter の DM でね、僕の動画見てください、お願いしますっていうのが、地味に来てるんですよね。まあ、ぶっちゃけ言うと、うるせえんだよと。よう紹介してくださいって自分から言えるなと、ほんまに。よっぽどの自信があるんか、お前ら。あ？って感じなんですよね、僕からすると。もう僕が紹介してほしい方いましたら、Twitter やらコメントに書いてくださいって言ってたかもしれないですけど、もしかしたら俺めっちゃ理不尽かもしれないけどごめん。うるせえんだよ、お前ら！ってことで今日は勉強はしません。僕の Twitter の DM で紹介してくださいって言ってきた奴らの動画を結構ガチめに軽口で色々言っていきたいと思います。まあまあ面白ければね、言うことないので、俺に見てもらうほど面白いんかって話ですよ。なんか俺めっちゃ性格悪い奴みたいな。いやでもそういう企画だ今日は。お前らから送ってきたんだからな。文句は言わせねえぞ。やってやるからな、畜生。レッツゴー！はぁー！交換。で、この動画わかんないですけど、その年齢の低い子が映っちゃうと、コメントがオフになるんですよ。だから、これでなんか、俺が叩かれるの怖いから逃げてるみたいな思われたくなくて、なんかもうツイッターの方に文句あるんだったらどんどん言ってきてください。怖いなぁ。もう、なんで俺今回こんなキャラなの？やだ。怖い。やってやるぞー！ボネルンチャンネル。突然すいません、こんにちは。高一ですが、一応、キッズ YouTuber なので、よかったら企画に使ってください。はい、ご丁寧に。敬語でありがとうございます。いや、違う。舐めんじゃねえぞ！まず、一応っていう漢字間違えてる。一応やね。一応ってなんやねん。バカめ！ボネルンチャンネル。はい。登録者3600人。普通にすごいやんけ、お前。ええやろ、もう。3600人いるならええやろ。自分で頑張れ。ウームネットワーク所属。めちゃめちゃすごいやんけ。阪神ファン YouTuber。あ、野球ですか。そういう経過はもう野球わからん。阪神わからん。俺何も言えんぞ。ちゃんと見るからな。普通に辛口評価するからな。泣くんじゃねえぞ、マジで。はい。どうもこんにちは。ボネルンチャンネルのボネルンです。ちょっとね、今、外から帰ってきたばっかりなんでマスクしてるんですけれども、勝ちました。逆転したらしいです。はい。9回にね、佐藤選手スリーランホームランというか、まず言いたい。はい。その前髪の真ん中のヒョロンってなってるやつなんやねん。変な髪型やねん。いや、これは良くないな。見てくれ、あれするのは良くないな。今のはなしにします。すいませんでした。佐藤輝明選手今日、逆転満のホームランもそうなんだけど。いや、もう本当に、飛び上がりたいぐらい。本当に。うん。ということで、もしよければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。とりあえず一通り見たんですけど、はい。顔近いんじゃ！カメラとの距離がここらへん。どういうことやねん！一瞬普通に離れたよね。この距離でずっと喋ればええやん。なんでお前そんなに近づくねん。お迎えです。動画の内容的には、全然僕は野球わかんないので何も言えません。はい、頑張ってください。こんばんは、いつも動画見てます。また、やってほしい企画があるんですけど、キッズの動画見てみたの動画上げてほしいです。それで僕、猫犬チャンネルを見てほしいです。無理なら大丈夫です。時間があったら撮ってみてください。面白いので。わら、ムカつく。ところどころある W がめっちゃムカつくわ。猫犬チャンネル。はい、登録者。170人。でも地味にすごいんってなんだから、もう100人超えてる人たち、本当に普通にすごいと思っちゃうから、俺。100人ごときで調子に乗るなよ。鬼滅の刃ウェファース、第3弾。いかにも、キッズがやりそうな企画ですね。スタート。えのちーと、えのちーです。今回は、鬼滅の刃ウェファースが3に出ました。そうなんマスクがうざい！どうせマスク使うんやったら違うマスクの方がいい。もうその既視感あるマスク使うといかにもガキやなっていうのが出ちゃってると思うのでやめてください。マスクをまず変えてください。顔出したくないのであればマスクをしてください。はい、テロップ。テロップはまあまあいい感じだと思う。でもこういう動画だったらもう BGM もつけた方が絶対いいわ。種類は35種類。あれ、エフェクトしょうもな。はい。で、同時に出すんかい。なんか、ああ。炭治郎がさ、なんかこいつ切り。ここにテロップを出せ。わかりづらいね。まあこんな感じ。こんな感じに。うるさい、うるさい、うるさい。何急に、何急に、どうした？まあ、皆さんも買ってみてください。では、アデュー。グッドボタン？もう、おかしいって。パクるならどれか一個にして。もういっそのことマスクも魚のマスクしろやじゃ。よろしく。では、アデュー。
BGM がいかにもなんかガキンチョの使いそうなよくわからない EDM っぽい変な感じのやついっちゃしょうもないね、ほんま。エンディングオープニングでこの音使うやつマジでしょうもないのしかおらん。わりかし今回は辛口で言えたと思うので自分を褒めたい。キッズ YouTube で紹介してください。名前いつきの寝る部屋。キッズ YouTube ってなんやねん。丸もなければびっくりマークもないの、なんか一番腹立つな。なんか礼儀がないやん。まずはお疲れ様でしょうが。お疲れ様はなんかもう社畜だな。まずはこんにちはとか、いつも動画見てますとか、チャンネル登録者24年こっからだ、頑張れや。短いのがいいな。おもんないもんな。あいつは誰だ予告編1、あいつは誰だ予告編2もありますね。あいつは誰だ予告編3あります。これなんか知らんけど予告なのに11分ありますね。もう絶対見ないです。予告編1見ます。キネマスター。あ、撃った。グループラインにでも出しとけ。なんで YouTube にこんなしょうもないもん出すねん。身内乗りならグループラインで十分じゃろうげん。登録チャンネルもなんかまあいかにも子供が登録してそうなチャンネルですよね、本当に。ありがとうございます。はい、月チャンネル頑張ってください。こんにちは、クラスター天心と申します。いつもザワチさんの YouTube 見てます。応援してます。ありがとうございます。僕も一応キッズで YouTube やってます。実写はありませんがぜひ見てほしいです。あ、この子はちゃんと一応がまともにかけてる。じゃあ一番最近のコマ撮り、松田 VS ランボルギーニ。僕ランボルギーニは名前の響きが好きです。スタート。はいはい、無料版のパワーディレクターですね。はい、松田 VS ランボルギーニ、関係者クラスター10、撮影者同じ、撮影期間約1週間、出場車種松田、ホンダ、日産、ランボルギーニ、なお著作権で問題ありません。素晴らしい。おー、コマ撮りだ。おー、コマ撮りだ。おー、すげー。スタート。ウィーン、ジャカン、ファーン、んーヒュイーカちゃん。コマ撮りマジで頑張ったと思うよ。コマ撮りの時にもなんか音は欲しかったと思いました。はい、ちゃうんて。この子礼儀正しかったからあんま言いたくないけど、なんでそのレベルで見てって言えるの。シンプルに面白くはないんですよ。俺もさ、いろいろ突っ込みやすい動画作ってんなら送ってもいいけど、これ突っ込みずれえな。この子礼儀正しいけど送ってくんな、マジで。礼儀正しいけど夜分遅くに突然すみません。最近私事なく第1回ハイヒール PK、 これ面白い、絶対おもろい。さあ始まりました。なんで縦やねん。何の意図があって縦にするの。絶対横でよかったやん。さあ始まりました第1回ハイヒール PK、 実況私反抗中年期と右肘です。さあやっていきましょう。反抗中年期と右肘か、めちゃめちゃ俺の好きなネーミングセンス。これどうやって試合を進めていくか多分大事。さあ第1回始まりました。さあ蹴った。まあこれいい蹴りですね。まあこれちょっと悩んですけど、僕右肘にキノコかけ、まあやはりそういうこともあると思うんですけども、はい、まあ、最近僕 YouTube を見てるんですよ。はい、名前だけ面白かったです。それ以外はぶっちゃけ面白くなかったし、なんで縦画面なんだろうね。レカチャンネル、こちらのレカチャンネルさんはですね、僕の動画見てくださいとかは送ってないんですけど、こうって送られてきたのでムカつくので見ます。あ、すげー、編集うまっ。いや編集うまい。クソムカつく。交代し一旦交代しよう。逃げろ逃げろ。いやあ、あ、かけてやめろ。ツッコミどころがそんなにな。こいつことが送ってくるのに割と編集うまいやん。こういうのに限ってなんかちょっとクオリティ高いのムカつく、ほんまに。ということでキッズ YouTuber 辛口評価でした。マジもう二度と送ってくんなよ。マジでもう二度と DM で送ってくんなよ。絶対やんないからな、もう絶対やんないからな。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。